はい、この商品は商品名が NML レブコン RR という、商品で、リバーブ成分を取り除くという、世界でも初めての技術を持った、プロツルズ用のプラグインです。弊社としては2番目に発売するこのプラグインになりますけれども、日本から発する、唯一のメーカーとして世界中にこれから販売をしていく、ところであります。では、この音に対して従来収録した音声に含まれている残響成分を取り除くことは非常に難しいことでした。プラグインはですね、こちらの、方からオーディオスイートのプラグインですので、立ち上げることになります。で、対象になる波形がこちらに出てきます。が、処理の内容としましては、このリダクションという大きなつまみ、これがほとんどの部分を占めておりまして、これでどれくらいのリバーブ成分を取り除くかということが決まります。もう一つ、こちらのリバーブの長さを処理する対象にするリバーブの長さを決めるパラメーターがございまして、この2つで処理がリバーブリダクションの処理が決まるという形になっています。じゃあ、この音声に対して処理をしてみましょう。処理された波形はこちらのプロセストという波形で確認ができます。で、これを見ると一つ一つの音がリバーブ成分がなくなることによってスリムになっているのが分かると思います。こちらがオリジナルに対して、こちらがプロセスという形ですね。じゃあ、実際に音を聞いてみましょう。従来、収録した音声に含まれている残響成分を取り除くことは非常に難しいことでした。静音作業に多くの時間を費やしても聞き取りにくい音質を大幅に変えることはできず、結果アフレコを行うこともありました。しかし、このプラグインを用いることで収録音声から残響を取り除くことが可能になります。このプラグインはですね、ロケーションで、セリフを取ってきたものに対して、そのセリフをもっと使いやすくしようということをもとに、設計されておりますので、今までリバーブを取るということをすると、このプラグインを使わない場合はボリュームカーブを書いて、後ろに残ったリバーブテイルを抑えるみたいなことをひたすらこうペンで書いてやるみたいな感じだったんですけども、それをしなくても先ほどのようにきっちり取れます。ただ、リバーブテイルっていうのは、切れたこういったところっていうのはどうしても耳に残ってしまうので、補助パラメーターとして、これ以下の音はソフトゲートのような形で抑えようと、もしくはレベルの高い音の反射の部分も同じように抑えてあげようといったような補助処理がついてあります。で、もう一つの特徴は、こちらにありますノイズセパレーションという機能。ノイズセパレーションというのは、ノイズリダクションと同じなんですけれども、ノイズを取った方がリバーブは非常に取りやすいので、ノイズリダクションの機能をこれ使っているんですけれども、単にノイズを取ってしまうと、ロケーションで取った音が番組の中で、作品の中で使いづらいということが多々ありますので、こちらのプラグインでは一度、ノイズを分離して、分離された音に対して、リバーブリダクションの、処理をし、ここでリミックスをするということができるようになっております。で、これによって、アンビエンスのサウンドはそのまま、自然に残った中で、リバーブを取り除かれた人の声だけが非常に近くなって聞こえるという非常に効果的な効果が得られます。はい、じゃあこれは発売してどのくらい経つんですか？ちょうど、3月から発売しまして半年になります。どういったお仕事に使われる方が多いんですかね？
主にロケーションで撮ってきたドラマですとかインタビューとかの音声に使われてまして、特に会議室で撮ってきたりとか、収録が終わった後にオンリー撮りといって、セリフだけを後から撮るといった時に、その処理で使われることが多いですね。今後は違ったプラットフォームで出す予定とかあるんですか？はい、VST 版それからオーディオユニット、といったものを、これから出すということを検討しております。ありがとうございました。